こんにちは、スタイリストの大山俊です。今日はですね、久々に外で撮影をしていきたいなと思ってるんですが、僕が今日お邪魔してるのはこちら GU マロニエゲート銀座店ですね。こちらにお邪魔させていただいています。僕もですね、何度かこちらの店舗をお邪魔したことがあるんですが、今日はこちらをですね、ちょっとこう無理を言ってですね、早朝にお貸しいただきまして、大人に似合うですね、春物の新作を皆さんにドドンとご紹介していきたいなというふうに思っています。いや、ちょっと贅沢ですよね。もう展示会にはお邪魔したことがあったんですが、お店でこういった形で撮影できるのは個人的にも結構テンションが上がっていまして、まあ皆さんも今すぐ店舗に行けばですね、買えるものが多いかなと思うので、これからの春物のですね、お買い物を参考にしていただければなと思っています。ということで、まあ早速ちょっと店内歩きながらですね、見ていきたいなと思ってるんですが、まあここの店舗はまあとにかく広くて、ワンフロア全部 GU さんになってるんですよね。これがメンズからウィメンズがあって、キッズまであるので、ご家族でお楽しみいただけるような感じで、しかも銀座というエリアがやっぱりね、大人の男性が買い物しやすいかなと思うので、すごくここは使いやすい店舗なのかなと思うんですが、まあ物量もすごいんですよ。僕ちょっと驚きましたね。こんなに量があるような GU さんもやっぱりね、珍しいぐらいなので、ぜひ皆さんにも訪れていただきたいなと思うんですが、まあ春物もね、続々と入ってきていますよね。まあ早速ちょっとこのあたりから見ていきたいなと思うんですが、まあトレンチコートですね。まあメンズのこうベーシックなアイテムの一つなんですけど、サイズ感ちょっと大きくすることで、まあトレンド感をですね、抑えたような、そんなアイテムになってるんですが、結構早い段階に投入されていて、ずっとチェックしてたので、これはちょっと僕自身も着てみたいですね。カラー展開は、ブラックとベージュの2色かな。ちょっとこれも手に取ってみましょうか。ベージュ。まあこれ悩ましいとこですよね。どっちもいいですよね。まあ、ブラックだとやっぱりこうモード感漂うようなシャープな雰囲気が楽しめますし、結構お仕事でも使えちゃうんじゃないのかなと思うので、このブラックもいいと思いますし、まあ春らしさというとこういったベージュですよね。まあ、ベージュの中でもちょっとこう淡い感じで、この柔らかい雰囲気も出せるので、ちょっとこう人との違い出すんだったらベージュもいいかなと思うので、ちょっと僕はベージュを羽織ってみたいと思います。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか。まあなかなか春らしくて素敵なアイテムですね。まあこういったトレンチコートで言うと、ちょっとこうクラシカルな雰囲気も強くて、まあ個人的にはですね、ラフに着たいなという感じもしてたんですが、これ重たくもないですよね。結構軽量でサクッと着れるし、サイズ感がちょっと今っぽいワイド感があって、だけどもこういった襟型とかはクラシカルに割とこう太めの襟採用していまして、このあたりも個人的にはなかなかバランスがいいなと思いますね。しっかりとこう作りの重厚さは漂いながらも、着心地はライトですごく軽いと。で、色合いはベージュですごく明るいので、なんかね、この着丈も長いので、ブラックで重たいのもいいんですけど、春らしくこう明るいカラーで使ってもらうのもすごくいいなと思うんで、これは使いやすいんじゃないですか。で、ロング丈のコートはやっぱり軽い方がサクッと着やすいので、この軽量さは本当に使い勝手いいかなと思うので、ぜひ皆さん、まあオフで使うんだったらベージュかなと。で、オンオフ兼用でっていうんだったらやっぱりブラック。これまた使いやすいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんこのあたりは、比較をしながら検討していただければなと思いますね。なんかよく見るとね、このボタンなんかもちゃんと柄入ってるんですよね。水牛の雰囲気がちゃんと出てるように、ディテールまでしっかりと凝っていて、価格が6,990円ですか。これはコストパフォーマンス最強なので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。はい、続いて。まあニットもね、その内側に着てるニットとかも、まあこのあたりも使いやすそうですね。割とこう凹凸感ないようなつるっとしたような雰囲気になってまして、もうスウェット感覚でさらりと着れるようなニットで、これも使い勝手いいですね。まあ肩のラインがちょっとこう落ち気味になっているので、1枚で着るだけでもちゃんとこう様になるような形のニットですね。で、内側に着ているとこんな感じですよね。まさしくトレンチコートとかの内側に着ていただいてもいいし、もうこれは春の新作なんですけど、今時期から着れちゃうので、まあ、ぜひ皆さんね、ニットとかもトライしていただきたいですね。ちなみに撮影してる今日なんかも日中14度ぐらいになるので、そうなると意外とこのコートなんかでも全く問題なく、春コートでもいけるかなと思うので、そろそろなんか冬の着こなしに春物ミックスするのもいいんじゃないのかなと思うので、ニットもチェックしていただきたいなと思います。はい、続いてですね、ちょっと気になってるのがあって、このスウェットなんですよね。わかりますかね。
このヘビーウェイトのスウェットっていうのが、まあ GU さんの最近定番になっていて、まあ本当にね、作りがいいんですよ。しっかりとしていて、へたれないし、ちょっとこう長く使っているうちにこう、風合いが出てくるっていうところも素敵なんですが、最初からこのウォッシュがかかってるシリーズが、ちょっとこう新しく出て、これもなかなか素敵じゃないですか。こっちが、色はこれブラックですかね。ちょっとこうスミクロっぽい感じで、色あせ感が最初から楽しめるような感じで、こちらもベージュなんですが、やはりこうちょっとこうあれがかかっていて、なんかヴィンテージライクな雰囲気が漂うので、これまた良さそうですね。で、このコートのね、内側に入れても良さそうなので、ちょっとこちらのブラックの方かな、着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか。なかなか雰囲気ありますね。なんかカジュアルなこういったパーカーもですね、たまに着たくなるんですよね。なんかニットをトップスとして着ることが僕ら世代多いかなと思うんですけども、それだけだとちょっと飽きてくるので、たまにはちょっとこういったフード付きのね、パーカーなんかも着たいなと思うんですけども、その時に価格帯がちょっと高すぎるとなかなか勇気が出ないんですけど、2990円だったらやっぱり1枚トライしてみるのもいいかなと思いますね。で、この洗いの加工ですよね。これすごいですね。これ1点ずつに個体差があるんですよ。これはぜひ皆さん店頭に行ってこの色の違いですよね。どのあたりがしっくりくるのかを見極めながら買うっていう楽しさもあるかなと思うんですね。このスミクロの感じ、やっぱりなかなかこの洗いかけてないと出ないような雰囲気なので、これが一発目から再現されているというのはなかなかいいかなと思うので、ぜひ皆さん、これも参考にしていただければなと思います。面白いのがね、リブが、まあこういったところリブついてますけども、この脇の部分にもついていて、このあたりもね、なかなか作り凝ってますし、まあ、サイズ感今僕で164センチ53キロと小柄なんですけども、これ M です。割とすっごい大きいというよりは、ジャストサイズより少しゆとりあるかなぐらいの感じなので、大きく、もうちょっとトレンド感強くしたい場合は、普段のサイズよりもワンサイズぐらい大きくしても、また雰囲気出るかなと思うので、ぜひこのあたりも参考にしていただければなと思います。ちなみに、この上に先ほどのコートなんか着てもなかなかバランス良さそうなので、ちょっと先ほどのオーバーサイズのトレンチコート着てみたいと思います。はい、上にですね、先ほどのトレンチコート重ねてみましたが、このような形でちょっときれいめなコートに対してフード付きのパーカーで合わせるような形もですね、結構使いやすいかなと思うんですね。まあロング丈のコートの綺麗さがちゃんとカジュアルさをうまくバランス取ってくれるので、このような形でも使えますし、もちろん先ほどのニットでも使えるので、まあ一つのこのトレンチコートでも内側次第で様々な見せ方できるので、まあぜひこういったパーカーも久々に皆さんも使っていただければなと思っています。続いてボトムスも結構豊富ですね。これスーパーバギースラックスっていうんですかね。このあたりもね、またこうユニクロにはまたないようなシルエットですよね。タックが入ってるんですが、2タックですね。1つと2つここに入っているので、よりこうワイド感が強めの印象ですね。まあ結構これぐらい太いと大人世代どうなのかなって思う方もいらっしゃるかなと思うんですが、ちゃんとセンタープレス効いていて、素材がですね、まあ、ウール見えするような上品な雰囲気なので、割と履いてみるとバランスよく仕上がるので、これも使いやすいと思いますね。2990円ということで、ワイドパンツちょっともう少し普段より大きくしたいなっていう場合は、こういった選択肢もあるんじゃないのかなと思いますね。色もね、豊富で、結構このブラックは鉄板だと思うんですが、オリーブ系もいいですよね。はい、このオリーブなんかもなかなか色としてはちょっと変化をつけられるので、なかなか雰囲気いいんじゃないのかなと思いますね。うん、まず僕はブラックから入っていただきたいのと、ちょっとこうクロート向けのオリーブなんかもいいかなと思うので、このあたりもバリエーションで見ていただければなと思います。あとですね、ボトムスで言うともう一本気になってるものがあって、向こうなんですけど、ちょっと行ってみましょうかね。パラシュートカーゴパンツっていうのがあって、これまたですね、使い勝手良さそうなんですね。2990円、まあ相変わらず価格帯はありがたいですね。はい、ちょっとこうね、ミリタリーっぽい雰囲気のアイテムなんですけども、生地の質感が割とこう固めではなくて柔らかい風合いになっているので、すごく履きやすいんですよね。本格的なアーミーな仕様だと割とこう着心地の面で難しかったりするんですが、これだと結構使い勝手がいいかなと思いますね。で、色はこういったオリーブがもう正統派な感じしますし、あとは結構このグレーかな、この色味もいいんじゃないですか。ちょっと都会的なシャープさも漂うような色合いで雰囲気いいなと思うので、このあたりもちょっとぜひ皆さんね、着こなしの中のちょっとしたこう外しの要素としても使えるかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。
そして続いてこっちのゾーンを見ていきたいなと思うんですけども、あーね、春ブルゾンちょっといろいろとありますね。これはちょっとウェブで気になってたんですよね。ショートブルゾンですね。まあ、このあたりも春にサクッと羽織るにはめちゃくちゃ便利なアイテムなんですよね。ジップ式になっていまして、まあ、素材もちょっとウールライクな感じで仕上がっているので、これ着てみたいですね。カラー展開がちょっとこうブルーっぽいものと、まあ、こちらで着ているグレーと、まあ、ブラックですね。このあたりになるんですけども、やっぱり個人的にはブラック鉄板なんですけど、ちょっとグレー着てみたいなっていう気分なので、ちょっとこちらの方を羽織ってみたいと思います。実際に着てみましたがいかがでしょうか。これもまた使い勝手良さそうですね。まあ、先ほどのロング丈のコートもやっぱりこう綺麗に見せるにはこういったアプローチがいいかなと思うんですが、日常的にこうさらりと羽織るんだったら丈が短いものもすごく便利なんですよね。でこのあたりも大人の定番的な位置づけのアイテムなんですが、まあ、サイズ感がちょっとこう緩めになっていることで、まあ、サクッとこう羽織れてトレンド感も漂うというところではすごく使いやすいかなと思いますね。今 M サイズ着てるんですけど、肩のラインここですね、ちょっと落ち気味で、まあ、従来のこういった大人っぽいアウターよりもトレンドライクなアプローチになっているのですごくいいですね。でグレーの色合いも深すぎず明るすぎないぐらいなので、すごくこうブラック系のパンツとの相性もいいかなと思いますし、あとホワイト系のパンツ合わせても結構使いやすいかなと思うので、1枚持っておくと超便利かなと思います。今 T シャツの上にさらりと着ていますが、まあ、例えばシャツとかで合わせても良さそうですよね。こっち結構シャツのゾーンでいろいろとあるんですがね、こういったちょっと綺麗なブルー系のこうバンドカラーシャツ、とろみ感があってこの素材もすごくいいんですよね。その内側に入れてあげて着るのも良さそうなんですよね。多分シャツの方が着丈長いので、この丈の長さのあのアンバランスさを楽しむっていうのもすごく使いやすかったりするんで、このシャツと合わせてもなかなか良さそうですね。でね、ブルー系のシャツとかもね、これやめてくださいよっていう価格で出してるんですよね。僕もブルーのシャツは大好きでいろんなブランド着てますし、自分のブランドでも作ってるんですが、この2290円という驚きの価格で質感もいいんですよね。ブルーの色合いも薄すぎるとちょっとビジネスライクになるし、濃すぎるとちょっと着こなしで浮くんですけど、内側に入れてあげてもすごくバランスがいいような色合いですよね。これも仕上がりいいです。こういったもので内側を彩ってあげるのもいいと思いますね。結構ね、シャツを内側に入れながらのショート丈のブルゾンの合わせはすごく使いやすいので、まあ、ぜひトライしていただきたいですね。あとこっちのなんかね、ちょっと綺麗なグリーン系もいいかもしれないですね。これも色はいいですね。なんかやっぱりこう動かすと美光沢が楽しめるような質感の良さもね、すごく感じられる一枚で、これも2290円か。なんか困りますね。本当にね。こんなに価格帯抑えめで。ただ全体的に今お洋服の値段上がってるので、その中で、やっぱり気軽にこう、おしゃれを楽しむっていうところでは、本当に選択肢としては、GU さんの存在はありがたいので、このあたりもすごくいいんじゃないのかなと思いますね。もちろん、この内側今 T シャツですけど、これさすがにまだ寒いので、そういう場合は、このあたりのもうベーシックな、白系のニット着ていただければ、まあこれまた鉄板で間違いのないセレクトかなと思うので、まあぜひそういった着こなしも試していただきたいなと思います。いいですよね。ニットもなんかこのブルー系もいいですね。本当爽やかなこういったブルー系のニットなんかもすごくいいなと思うので、まあトレンチコートのさっきブラック選ぶんだったら、内側こういったちょっと明るい色を持ってきて、少し華やかさも出していただくといいんじゃないのかなと思いますね。はい。で、もう一つ気に入ってるものがあって、ちょっとこれ見ましょうか。これもね、もう来る前に大体ウェブで調べてるんですよ。で、このね、ちょっとこうナイロンストレッチジャケットっていうんですかね。素材はナイロンでシャカシャカ系でスポーティーな雰囲気になってるんですけども、従来のジャケットに比べると肩のラインもややこう落ち目で、で、ポケットの付け方ですね。まあ、いわゆるですね、スーツのジャケットっていうとこういった蓋がついていてみたいなジャケットなんですけど、そうではなくてポケットがですね、サイドにこう沿うような形でついてるのがこっちのジャケットなんですね。これがすごい良さそうなんですよ。実は先日動画でもこれ皆さんにお勧めしてると思うんですが、実物をようやく見れるようになったので、これも着てみたいと思います。実際に着てみましたがいかがでしょうか。これは想像以上に良かったですね。まあ恐ろしいですね。このジャケットというとやっぱりちょっとこうビジネスっぽい雰囲気が強いアイテムなので、割とこうセットアップで組むと
真面目な感じになってしまうんですが、まあ、素材の効果もあってすごくこうスポーティーな雰囲気も漂ってるんですよね。で、サイズ感も少しゆとりがあって肩も落ちていますし、あとは先ほどもお伝えしましたがポケット、この付け方で全然違うんですよね。このあたりはやっぱりこうユニクロさんでもやるんですけども、通常のラインではやっぱりやってなかったりするので、まあこの価格帯で上下揃えておくとすごい使いやすいと思いますね。一応セットアップで組めるようになっていまして、こちらパンツもあるので、ちょっとこのダークグリーンの色合いもめちゃくちゃいいので、上下でねセットアップ作ってもらってもいいんじゃないのかなと思いますね。ボトムスはちゃんとこうドローコードがついていて、ウエストが絞れるような仕様になってます。で、前から見ると普通なんですけど、後ろから見るとやっぱりゴムになってる仕様がやっぱ履きやすいんですよね。このあたりは本当にこう様々な体型の方にも似合いやすいので、まあ使いやすいんじゃないですかね。まあシルエットも割とこう、ね、太すぎず細すぎずで使いやすいような感じになっているので、これはセットアップで持っておくのもいいと思いますね。ただやっぱこのダークグリーンという色がすごい気に入りました。まあブラック系のパンツですね。僕の動画の中でよくお伝えしますが、このあたりと合わせてもらって単品使いもできると思うので、おすすめです。あとグレーもね、グレーもいいんですよ、これ。先ほどは、最初グレー押そうかなと思ったんですけど、オリーブちょっと意外性あるかなと思って着てみたら、これが、オリーブじゃない、ダークグリー着てみたらすごい良かったんですけど、グレーもね、都会的なシャープさですごくいいので、これはぜひ皆さん、店頭で試着をして、どっちがいいのかをね、選んでもらえばいいかなと思います。もちろんブラックもあって、ブラックはもう大鉄板、お仕事でも使えるかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。はい。じゃあ続いてですね、奥の方行ってみましょうかね。まだこれ店内のですね、一部分しか行ってないんですけどね。まあなかなかいろんなものがあって楽しいですね。このあたりは、ウィンドプルーフシェルパーカーというところで、まあこのね、スポーティーな雰囲気がより強まったもので、以前プレスルームにお邪魔した時に、まさにこれを僕着させてもらって、すごい良かったんですよ。価格帯3990円で、このね、スポーツブランドのロゴがついてないってところが、かえっていろんな着こなしに使いやすいというところで皆さんにご紹介しましたが、今回はこれもいいんだけど、こっちじゃなくて、これをご紹介したいんですよね。ウィンドプルーフのスタンドカラーブルゾンの方ですね。この仕上がりがすごく良さそうなんですよね。まあ、フードがつくことでちょっとスポーティな要素がより強まるんですが、これはまあ昨今のこうトレンドを生かしたスタンドカラー、襟元がだいぶこうスッキリとした雰囲気になっていまして、そしてこの大きめの外付けのポケットが腰に2つついている。これも良いアクセントになっているので、かっこ良さそうですよね。ちょっとテック系の雰囲気にもこう合いそうな感じなので、これ着てみたいと思います。はい、着てみました。いかがでしょうか。今着てるのも M サイズなんですが、これは間違いなく使いやすいですね。今日いろいろ見た中でも結構一押しかもしれません。丈の長さは先ほどのですね、このあたりのアウターに比べると少し長めで、お尻のですね、まあ、大部分は隠れるような丈の長さがあって、まあ、この丈の長さもすごくバランスがいいですし、やっぱ首前のスタンドの部分ですね、ここがすごく今っぽい雰囲気が漂っていていいなと思います。あとは肩周りもちょっと丸みがあって、このあたりのシルエットも含めてバランスいいですし、この大きめのポケットも効いてますね。デザインの一つのアクセントとして効いています。で、サイドからこうやってポケット手突っ込めるのが個人的にはめちゃくちゃ嬉しいんですよね。なんだろうな、こういうアウターってここがメインになってるので、まあここしか突っ込めないのかなと思いつつ、横もいけるっていうね、こういうなんかちょっとした使い勝手の良さも含めてすごく雰囲気いいなと思いますね。で、軽いんですよ。で、ちょっとした雨だったら弾いてくれるし、このあたりも含めて調節使いやすいじゃないですかね。ちょっとこうフードついた、ナイロンパーカーとかそのあたりのスポーティなものをお持ちの方もちょっと雰囲気変えたいなとかっていう時にはこれ持っとくとすごくアップデートできるかなと思うので、ぜひこれはめちゃくちゃ気に入りました。表面もね、なんか質感ちょっとしっとりとしていて上品なんですよ。ここら辺も含めて高見えすると思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。はい、続いてこっちのゾーン行きましょうか。いや、しかしこのまま帰りたいぐらいなんか着心地もいいですね、これね。まあ、こっちもね、ちょっとカーディガンもあったりだとか、この着こなしそのまま大人男性におすすめできそうですね。カーディガンもちょっとこういったね、ネイビー系でスッキリとした肩が落ちてるので、なんか今っぽい雰囲気も出るし、ブルー系のシャツと重ねてもらって、さっきのねスーパーバギーといってもこのように綺麗めなスタイルでまとめるとすごくバランスいいですよね。いいな、
やっぱり銀座のお店はこういったね、ボディに着せてあるのもすごく参考になると思うので、そこも見ていただきたいなと思いますね。このバッグもいいんだよな。後で出てきますが。はい。で、こっちのゾーンですね。そうだな、これはちょっと、僕も前からチェックしてたんですけど、一押ししたいニットがここに置いてあるんですよね。ガーメントダイニットプルオーバーというもので、これは今季服好きな人にはもうたまらない仕上がりなんじゃないのかなと思います。見ていただくとですね、先ほど洗いのかかったフード付きのパーカーを皆さんにね、お見せしたなと思うんですけども、こちらはですね、ちょっと製品染めをしてありまして、ちょっとこの色落ちの感じとかがまた味わい深くて雰囲気ありますよね。このリブのところにもちょっとダメージ感があったりだとか、そのあたりも含めてバランスいいんですよね。製品染めしたので、ムラ感がより楽しめるので、これはちょっと綺麗な着こなしの中にミックスすると、より素敵な雰囲気になるかなと思うので、着てみたいと思います。どの色がいいかな？ね、このブルー系も結構いいなと思うんですけど、なんか後ろから攻めてきたぞ。なんか来ましたけど、あ、ちょうど、アイリス大山さんなんで、ちょうど僕の名前と被ります。はい。可愛いのが通りましたが、ちょっと両方ともいいので、どっちかな？着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。今回はグレーの方を選んでみました、まあ、ベージュもすごくいいんですが、このあたりよりは結構グレーとかネイビーが割とこのガーメントダイのですね、この色のムラ感っていうところが楽しめるかなと思うので、ちょっと綺麗にまとめたい方はベージュがいいかなと思いますし、ちょっとせっかくだったらね、この汗感楽しみたいなって方はネイビーかグレーがいいかなと思います。着てみるとね、すごく雰囲気あっていいなと思いますね。ニットという綺麗めのアイテムなんですけども、そこに対してあえて反するようなちょっとこう着古したようなこのヴィンテージ感っていうところが最初から楽しめるので、意外性があってなかなかバランスがいいかなと思いますね。もちろん1枚でも主役になると思うんですが、これもねやっぱり上に何か着てもすごくいいなと思っていて、まあ、コートを着てもいいし、先ほどのちょっとスタンドカラーのブルゾンなんかも合うかなと思うので、様々な着こなしのベースとして活躍してくれるかなと思います。これなんかはもう今からすぐ着れると思いますね。コートの内側に着ていただいたりだとか、まあ、ダウンとか中綿のアウターの内側に着てもらってもなかなかバランスいいかなと思うので、ぜひ皆さんこちらもチェックしていただければなと思います。はい、続いてこっちのゾーンに行きましょうかね。まあ広くて、このあたりもね、ヘビーウェイトのスウェットのこのハーフジップですか、これもね鉄板、もう間違いないですよね。内側に入れるものがやっぱりニット一辺倒になりがちなので、スタンドカラーでハーフジップというところでかなりトレンド感が出せるかなと思うので、このあたりもすごくいいと思いますね。春らしくてこういったライトグレーなんかもすごくいいかなと思うので、先ほどの一番最初にお伝えしたオーバーサイズのトレンチコートの内側にこのあたり使ってもらうのもすごくいいんじゃないのかなと思いますね。2,990円、これまた買いやすい価格帯なので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいですね。そしてこっちのゾーンに行くとバッグですよね。このレザーの、これ動画で僕もね一度皆さんにご紹介しましたよね。これ3,990円というね、また恐ろしい価格帯で、まあ、ジップの雰囲気もすごくいいし、レザーのこのサイズ感もねちょうど使いやすいんですよね。めちゃくちゃ高見えしますよね。僕もプライベートで使ってて、結構それどこのって聞かれました。で、もったいぶって自由さんだということを伝えると、すごい驚く方多かったので、これはすごく評判良かったバッグなので、また、一時期在庫なかったですよね、これね。そう、復活してるので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいんですね。これはいいよな。リアルレザーっていうところが、またね、ちょっと意外性ありましたけど、バッグね、ちゃんとこういった小物までしっかりと準備してるのは素晴らしいなと思いますね。そして、ちょっとカジュアルなバッグも続いて、バックパックもね、なかなか雰囲気いいんですよね。これもね、3,990 円には到底思えないような上品な雰囲気ですね。オールブラックでこのような大きめのですね、ポケットがついていて、これね、ちょっとカジュアルにこのように肩掛けしてあげてもすごくいいかなと思うので、このあたりもね、大型店限定でやってるバッグかなと思うんですけど、まあ高見えしますよね。ナイロンツイルバックパックですね。3,990 円。いいなぁ。荷物いっぱい入りそうだし、ちょっとモード感漂うような雰囲気なので、ぜひチェックしてみてください。まあ、こちらにはもう早くも、ショートパンツも並んでますし、早いですね。もうね、これから海外にでも行けそうな感じなんですけど、これも去年履きましたね。これまだまだ早いですが、本当にね、このワンマイルウェアから、
川とかで遊ぶ時とかもすごく便利なので、このあたりも含めて暖かい季節、暑い季節が待ち遠しいですが、ちょっと頭の片隅に置いていただければなと思います。はい、続いてもうラストになりますかね。小物で言うと結構ですね、靴のコーナーもかなりですね充実してるんですが、今回ちょっとピックアップしたのはこの2足ですね。もう大人の男性に欠かせないような白系のレザースニーカーですね。このあたりがなるべく価格を抑えて買えるっていうのはすごくありがたいなと思うんですね。これで価格が4,990円ですね。で、大体この価格だとリアルレザーではないです。基本的には合皮のものが多いんですが、しっかりとリアルレザーでこの価格で作られているというのは非常にありがたいですね。ソールまでしっかりとホワイトで清潔感があって、こういったものはもうメンズの着こなしの間違いなくこう定番的なものなので、一足持っていただきたいものと、そしてお仕事でも使えるような、まあ、ダービーシューズですね。このあたりも価格帯がこれもですね4,990円、なんかテレビ番組みたいになってきましたけども、まあめちゃくちゃ使いやすいですよね。セットアップの足元に合わせていただいたりとか、ビジネスで使うにはこういったものもすごく使いやすいかなと思うので、レザーで揃えていただく分にも、まあ、結構自由さんで揃っちゃうというのはありがたいところかなと思うので、改めてこのあたりまでチェックしていただくといいんじゃないのかなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では GU マロニエゲート銀座店さんにお邪魔をしまして、大人に合う春服をですねどんどんご紹介していたら、何点ご紹介したのかわからなくなったという動画だったんですが、まだまだ他にも素敵なものいっぱいあるんですよ。なのでぜひ皆さんも店舗に、足を運んでいただいて、いろいろと見ていただくと楽しいんじゃないのかなと思います。まあ、ちなみにですね、この銀座店はマロニエゲート2の5階にあるんですね。ここの館がすごくて、本当にユニクロさんも入ってるし、自由さんも入っていて、まあ、先日はあのプラステさんもお邪魔させていただきましたが、もう一通り見ることができるので、まあ、すごく楽しんでいただけるような、そんな館になってるかなと思います。まあ、僕自身もですねこれだけの分量の自由さのアイテムを一気に来たのは初めてだったので、非常に楽しかったですね。まあ、トレンド感しっかりと抑えてあるんですけれども、まあ、僕ら大人世代にも似合いやすいもの結構たくさんあるんですね。なので、まあ、ちょっとこういつものベーシックな着こなしからトレンド感強めに楽しみたいだとか、いつもの自分とは違ったものを選びたいって時には、まあ、自由さのアイテムをうまくミックスするのが本当に最適解かなと思います。価格帯もすごく使いやすいので、なんかトライするときに高すぎるとなかなか手が届かないところもあるかなと思うんですが、ちょっとこういった風合いいいかなとか、こういった色持ってないから入れてみようかなっていうときにはすごい使いやすいかなと思うので、ぜひ改めてチェックをしていただきたいなと思っています。ということで今日は銀座からお届けしました。また次回の動画もお楽しみに。